のラフラフ。皆さんラフラフ、今夜も始まりました、ことぶきみなこのラフラフ。パーソナリティのことぶきみなこです。この番組はカジュアルという意味のラフと笑うという意味のラフをモットーにお送りすることぶきみなこの自然体ラジオプログラムでございます。12月最初のラフラフでございます。つまり2021年ラストスパートですね。本当にだって12月9日ってもう3分の1ぐらい終わっちゃってますよね。ねえ、もう皆さんやり残したことないですか？私なんか日本に帰ってきたらやりたいことシリーズがたくさんあるので、そういう意味では全然終わってないですだけど2021年は満足しましたまだ終わってないけどっていうぐらい、すでになんかホクホクしてる感じはあります。だから皆さんもぜひとも、ちょっとお忙しい時期かもしれませんが、のんびりと楽しく2021年過ごせるところは過ごしていただいて、ちょっと頑張らなきゃいけないところは頑張っていただければなと思います。それでは番組始めていきましょう。ことぶきみなこのラフラフ、今夜も私らしくナチュラルにいきましょう。ことぶきみなこのラフラフ。もしもし、私日本帰ってきて携帯買い替えてん。 iPhone でなんとね、12のやつに紫色が出てさ、みなこパープルやんと思って、ほんまはねイギリスで買いたいぐらいやってんけど、まあちょっとねイギリスの方が高いんですよ iPhone。 そうだからもう日本に帰ってきたら買おうと思って、帰国したタイミングで買って、この私がですよ、初めてその画面を保護するためのフィルムも自分で貼って、もうね今のフィルムキットってすごいなと思った。ちゃんとここのキットの中に入れてはめていただけたら絶対にずれないですって。ほんまずれへんし、空気も入らへんし、一人でできるもん状態でしたね。本当に無事に心地よく使わせていただいております。それじゃあまたね、バイバイ。さあ今夜も始まりました、ことぶきみなこのラフラフ。ということで、できるようになりました、自分でフィルム貼るの。なんかフィルムってね、いつも、まあ、時間がないから自分でやらなかったのか、まあっていうよりはもう不器用ですから、不器用ですから、なんかだからあのマネージャーさんにねやってもらってたりとか、スタッフさんにお願いしてやってもらったりとか、もう人任せですよ。でね、その任された方も辛いですよね。なんかちょっと空気入っちゃったらすいませんって最初に言ってくれるんですよ。でも、まあ、本当に気にしないでっていう気持ちだけど、もし自分がそっちの立場だったら気にするわなってすごい思うし、プレッシャーだなっていうことを皆さんやってくれていて、でもしくは電気屋さんに行ったらさ、お金を払ったらやってくれるじゃないですか今は、っていうのに並んでいつもやってたんですけど、こんだけ隔離期間にまあ時間あったら、そういう時じゃないとやらないでしょ、いつやるの、今でしょみたいな感じだったから、ちょっとね頑張ってみた。そしたらもうキットが優秀だったから、何ら問題なくできたので、あのキットみんな買ったらいいと思うっていうぐらいすごい良かったです。それがやっぱジャパンクオリティなんだなって思うぐらい凄まじく良かったです。それはよく思う、本当に。あ、システムとかあの素晴らしいなって思うんですよね。例えばあの日本に帰国した時に羽田空港に着いて、あの PCR テストとか受けなきゃいけないんですけど、受けたり、あとは誓約書を提出したりとかで何セクションか通るんですけど、前3ヶ月4ヶ月前だと、いやー私5時間かかったわって言ってる人が多かったんですね。私2時間だったんですよ。これってそれだけ時間を短縮できるぐらい、なんかこう無駄を省く力というか、そしてアップデートしていく力が、これ日本クオリティなんじゃないかなって思って感動したし、あと友達もやっぱイギリスから日本に帰って、またイギリスに帰ってきたお友達とかも、日本でマスクいっぱい売ってたよみたいな。でさらにそのメイクが落ちないためのスプレーとか、なんか痛くならないなんとかとか、そういうのってイギリスにはまあなかったんですよ。イギリスはどっちかっていうと、
なんかマスク全部同じ色だとつまんない、じゃあちょっとスパンコールのマスク作ってみるかみたいな、そっちにねなんか思考を変えていくというか感じだったから、やっぱね日本クオリティすごいななんて思っていますよ。さあそんなわけであっという間に年末、きっと来週12月13日月曜日には今年の漢字が発表されるのではないでしょうかということで、去年は密っていう字だったけど今年どうなるんだろうということで、なんだろうね、ほんとね私も考えたんですけど、それはね連載でちょっと書かせてもらったので、それはね今月発売のやつ、明日ちょっとパニックそう、星アニメディアさんの連載で実はちょっと書かせてもらったのでチェックしていただけると嬉しいです。さあではここからはリスナーの皆さんからいただいたメールご紹介します。まずラジオネーム J さん、ありがとう。みなこさんこんにちは。こんにちは。先日種田梨沙さんのラジオを聞いていたら、みなこさんの YouTube をチェックしていると話されていました。マジで？自分は種田さんがイギリスが好きなことは知っていたのですが、まさか美奈子さんの YouTube を見ているとは思いませんでした。いや私も思いませんでした。美奈子さんは種田さんが YouTube を見ていたことは知っていましたか、ということで、知らなかったですよ J さん、教えてくれてありがとうございます。嬉しい。なんかね結構種田さんをはじめ、あとね前に言われたのは綾日から大原さやかさんが美奈ちゃんによろしくって言ってたよって連絡をもらったことがあったんですよ。でその時嬉しいってなるじゃないですか普通に、まあ、YouTube でいつも顔は見てるけどって言われてみたいな、見てくれていたんですかみたいなねことがあったりとかして、そう思うと本当に YouTube ってすごくね広い世界に届くから嬉しいなと思うし、あとは前も話したかもですけど、リポートのお仕事をさせてもらってたおかげで今ウィンブルドンの番組出てるみたいな感じですごい久しぶりに連絡が来たりとか、あとパリ好きの方からフランスの生中継もまさかことぶきちゃんが出てると思わなかったみたいな感じで連絡が来たりとかして、なんか自分が出てる出てないに関わらず多分見てた番組に偶然出てたっていうので喜んでいただけたりとか、連絡もらえるっていうのはねすごく嬉しいなと思ったんですよね。だからこうやって、種田さんが見てくれてね、えまさか J さん経由で聞けるとは、なんでちょっと J さんこれ今聞いていたらよろしくお伝えくださいまた会える日を楽しみにしていますとお伝えください。イギリスの話をたくさんさせてくださいと言っといてくださいね、よろしくお願いします続きまして、はい、こてつさんからいただきました。ありがとうございます。みなちゃんラフ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 、来年1月の音楽朗読劇ヘブンズレコードシャープ2022へのみなちゃんのご出演が発表されましたね。そうなんです、ありがとうございます。先日の生配信でご帰国については話が出ていたものの、みなちゃんに直接会いに行けるイベント全曲ライブ以来ですからほとんど2年ぶりですね。それが告知されると、ああ本当に帰ってきてくれるんだという実感が湧いてきてワクワクしています。大阪ではなんとアキちゃんとの共演会もあるようでますます楽しみですと。私もすごい楽しみです。なんか1回しかないんですよ逆に言うと。私トータル4日間出させてもらうんですけど、その4日のうち1回だけアキちゃんで、本当に多くのキャストさんが出てて、まあ、日替わりというか感じだから毎回多分座組が違う、そういうキャストの中で自分がお芝居をさせてもらうってどういう感じなんだろうとかって思うし、自分がねイギリスに行って帰ってきてからまあ人とお芝居を今のところしてないんですよねやっぱりイギリスにいる時はアフレコとかしていただいていた時も一人でやっぱりでしたし、なんかこう声は聞いてたけどお芝居を掛け合うとかっていうのをやってなかったから、一体どうなるのかなっていうワクワク感で今楽しみでございます。なのでぜひともヘブンズレコードチェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。大阪と、東京公演ありますのでね、チェックお願いします。もう一つでは行きたいと思います。ラジオネームひなみどりさんからいただきました。ありがとうございます。
みなこさん、ラフラフ、ラフラフ。日本に帰ってこられてアプリアイドリープライドでマネージャーデビューをされたそうですが、マネージャー業務はいかがですか？かわいい。私はリリース初日からやってましたが、10月7日にようやく愛ちゃんの星5をお迎えさせていただくことができました。愛ちゃんお迎え直後はたくさん撮影して、愛ちゃんが写ってる星5フォトを量産しました。みなこさんのマネージャー業務具合教えてくださいと。ひなみどりさん、ありがとう。そうやって楽しむんだ、あの撮影。なるほど。本当に私もね、 YouTube でお話ししたよりももうちょっと今は進んではいるんですけど、最初は本当にゲーム普段やらないから何をするのかがわからなかった。で、一応さ、教えてくれるじゃん、これ次はこうやってねって。もうこれしかタップできないよみたいな感じでチュートリアルいろいろやってくれるんだけど、言われた通りに押してるだけだから、どうぞご自由にって言われた時に、何するのみたいな感じになっちゃって。でマネージャーさんに、リアルマネージャーさんにね、聞いて、何するんですかねって聞いたら、そうなんだよ、難しいんだよこれねとかって言って、一から全部教えていただき、とりあえずデイリーミッションを毎日こなすっていうことがね、なんか日課になってくると超楽しくて、なんかね、私多分トゥードゥーリストこなしていくの好きなタイプだから、結構楽しいんですけど、フォト撮影をするたびに結構ね、時間がなかったというのはまあ言い訳ですよね、なんですけど、お任せで撮影することが多くて、お任せで撮影したら結構後頭部ばっかり映るから、いやちょっとこのお任せコンピューターの腕って思いながら突っ込んで、で自分で撮るとさ、すごい可愛いの撮れたりとかしてテンション上がるっていうのがあったから、自分で好きなカードをゲットした時に写真撮影しに行けばいいんだね。なんかもうデイリーミッションをこなすことばっかりに集中しちゃってるから、なんかそのそこでの堪能の仕方をまだね、ちゃんと学べてないのは正直ありますが、隔離期間中に、まあ、約10日間でしたけども、私はレベルが0から、まあ始めたてからね、レベル45まで行ってっていう感じで、そろそろこれが出てる頃には50超えてるでしょうねって思いたい。うん、超えてると思う。でもうちょっといろんな楽しみ方をしてると思う。でも一番感動したのは電話。なんか自分であんだけ収録してる割に本当に電話かかってきたら、あ、電話だってなってワクワクして、本当に全部何音もちゃんと出して、うんうんって聞いちゃうの。なんかね、ハマってます。そういう意味では、私はちなみに春子が推しなの。春子が好きなの私。なんか春子だけめっちゃ強いのレベルが。だからね、これからちょっと頑張りたいと思います。だってさっきね、リアルマネージャーさんから、私レベル45まで上がってなんて言ったら、あ、まあ、悪くないんじゃないですかって上からの回答があったので、悪くないじゃない、あ、いいじゃないですかをちょっと次は目指して、リアルマネージャーさんからの評価をね、期待したいと思います。ということで、メールありがとうございました。ことぶきみなこのラフラフ。続いてお送りするのはこちら、ようこそことぶきホール。都内某所にひっそりとあることぶきホール。ここは世界で唯一の独特を体感することができるホールです。私ことぶきみなこの独特な感性を存分に堪能することができます。このコーナーではリスナーさんから募集した〇〇といえばという質問に私が答えます。リスナーさんには質問と一緒に私ことぶきみなこが言いそうな答えを送ってもらってます。私の答えをリスナーさんが予想することができれば、リスナーさんのことぶきストランクが上がっていきます。ランク上位になると素敵なご褒美があるかもよ。ということで、現在は初段が16人、2段が13人、3段が5人、4段が7人、5段が4人、6段が1人、7段が1人、9段が2人、11段が1人と、なかなかねご褒美をお渡しするところに至ってないんですよね。今のところお一人にしか渡せてないから、一応いつイギリスにいる時にご褒美をあげる機会になっても、あげるとか言って贈呈する機会になってもいいように、ちょっと多めにイギリスのポストカードはね、あるんですよ。なので本当に今回もしくはまたいつでも
皆さんがことぶきストランク上位になったタイミングにはそれが来るかもだし、また何か別のご褒美があるかもよということで頑張っていきましょうかね。じゃあ始めます。最初の質問です。ラジオネーム鈴木さんからいただきました。日本に帰ってきた友達に最初に食べてもらいたいものは、私、そうね、これね、まず聞くよね、何食べたいってなんか私のね、こちらからこれはどう、これ食べた方がいいよって言うっていうのはあるんだけど、どうだろう、ちょっと書きますよ。これになるんじゃない、鈴木さんが YouTube を見ていたらこれになるんじゃないかなと思って書きました。では最初に鈴木さんが予想した答えはこちらです。味噌汁。私の答えは、はい、牛丼。それを2つ合わせて食べたいねって感じなんですけど、実際みなちゃんは何を食べましたか？本当に最初 Uber Eats したのは炙りサーモン丼、炙りサーモンの温泉卵付きってやつにしたの。そしたら温泉卵が生卵できて、こんなことあるっていう最初のびっくりだったんだけど、もともと卵かけご飯も食べたかったからラッキーって思って、そう、超良かったと思って、助かったみたいな。分かってたのかな、私が帰国して卵かけご飯も食べたいが卵はどうやって買うか分からないみたいな思ったの、分かってたのかなっていうぐらい。そうだから私は、まあ丼ではあったんですけど、炙りサーモン、イギリスのサーモンがやっぱ美味しい、スコットランドのサーモン美味しかったから、日本のサーモンと食べ比べたかったんですよね、どんな感じかなと。あと炙りっていうジャンルがまあないので、基本的にね、だから食べました。残念。続きまして、こちら時和木さんからいただきました。調理実習の時に作るメニューといえば、ちょっと待って、記憶を呼び覚まさな、あ、ちょ、パニック。何年前？20年前ですね、多分。やば。作る時のメニュー、私これも作ったんだよねっていうのあるんだけど、絶対合わないと思うんだが、書きますね。はい、書きました。では時和木さんが予想した答えはこちらです。ドン。カレー。私の答えはペラリン。焼きそば。残念。まさに今めっちゃ食べたいのでカレーにしました。現在午前3時にメールくれたの、時和木さん、ありがとう。リアルな声。メールの送り方、これで合ってるでしょうか？合ってる。まさに、まあそのね、あの正解を導き出すかどうかのところはわからないんだけど、カレーは確かに、カレーだったっけな、なんか飯盒炊爨はカレーでしたよね。だけど調理実習で作ったのが、私ね、最初覚えてないけど、一回何のメニュー作ってもいいよっていうのがあって、各班それぞれ好きなのでいいって言われて、もうね、よく言ってると思うんですけど、大好きな焼きそばソースがあって、バラソースっていうね、地元のソースがあるんですけど、とにかくそれを使って作りたかったから、焼きそばがいいっていうのを言って焼きそばにしてもらったことがあったんですよね。だから焼きそばでした。これはもしかしたら関西だからっていうのはあるかもしれない。はい、では続きまして、ラフラフネームもぎもぎさんからいただきました。家の中にある白いものといえば、待ってね、家にある白いもの、白いもの、これかな。はい、書きました。ではもぎもぎさんが予想した答え、なんだろう、想像がつかないな。はい、ティッシュ。私の答えはペラリン。ケトル。あの便利なやつです。あのティファールさんのやつね、白いよね。はい、ということでもぎもぎさんはティッシュ。我が家では各部屋に必ず一つ箱ティッシュを置いています。確かに白いかも。セレブのねティッシュも白いし、てかまあティッシュ自体が白いよね。あれで他の色、今後でも青色とか来るかもですよね、こんだけ青色世の中流行ってたら。うわー、残念、難しい。白ね、みんないろんな白がありそうですけど、じゃあまだまだ行きましょうかね。ラフラフネームつぐはさんからいただきました。クリスマスプレゼントの定番といえば、そんな季節だね、定番、どの世代の
誰の、ちょっと待って、ちょっと待って私のこれ難しいんだけど、難しいけど、うわ、あれだあれだあれだ、はいはいはい、あ、わかったわかったわかった、定番ね、はい、書きました。ではつぐはさんが予想した答えはこちら、クマのぬいぐるみ。私の答えはペラリン、ジュエリーうわー、思ったよ、最初ぬいぐるみかなって思ったんだけど、ほんとある一定の年齢かなって思っちゃって、あ、なんかクリスマスの時期になったらなんかランキング出るじゃないですか、女性何歳から何歳ぐらいの世代に大人気なクリスマスプレゼントランキングで、ま、財布かジュエリーかなって思って、そう、あ、ごめんなさい、なんか夢を壊すような感じでもうラストいっちゃいましょう、これは、はい、頑張れ。ラフラフネーム、あーいえばフォーユーさんからいただきました、ありがとうございます。大掃除で最初に手をつける場所といえば、そういう季節ですよね、大掃除で最初に手をつける場所、本当思う、掃除って結局どこから始めるかさえ決めれば、ルートを決めればやれることってね、ありますよね多分今ね、すごい大掃除頑張ってるっておっしゃってるね、ディレクターさんだったので、いやー、これは、あ、はい、決めました。では、あーいえばフォーユーさんの答えはこちら、洗面所。私の答えはペラリン、窓。I am for you さんは、我が家は洗面所からやります。一般的にはどこからが多いんでしょうね、思った、なんか言われてそっかって思ったし、窓にしたのはやっぱ体力いるじゃないですか、あの窓を拭くとか、なんか背が高い人だったらいいかもですけど、ベランダのとこの窓とかってね、背が大体高くて届かない、椅子も持ってこなくてはいけない、手も冷たくなるとかっていうので、なんで冬にまずするんだろうっていうのもあの大掃除をね、まあ、気持ちよく年を越すもあるんだけど、やっぱホストファミリーにそれをあの言ったの、大掃除はいつも年末年始なんだけど、イギリスではするの、このお家は年末年始にするのって聞いたら、あ、暖かい季節にやるよって言って、確かにねみたいな寒くないもんねみたいな、春とかにするかなって言って、確かにそっちのが気持ちはいいよねって、なんだろう、あの寒くはないっていうところの気持ちよさだけど、年を越す気持ちよさっていうのはあるからね、いや複雑よね、頑張ってくださいということで終了でございます。嘘、今回ゼロでしたよ。ここまでホールを堪能していただきましたが、そろそろホールが閉まる時間になりました。なので残念な結果にはなってしまったので、引き続き皆さんからのいろんな質問をお待ちしております。私ことぶきみなこが言いそうな答えも一緒に書いて送ってくださいね。ようこそことぶきホール、またのお越しをお待ちしております。ことぶきみなこのラフラフ。お送りしてきましたことぶきみなこのラフラフ、そろそろエンディングのお時間です。さあ、番組ではリスナーの皆さんからのメッセージ引き続き大募集中、番組の感想やメッセージなど何でも OK。 そして裏吹きホールでの私からの質問は、今年中にやっておきたいことといえばです。皆さんが思う回答を送ってきてくださいね。メールアドレスはみなこ@secondshot.jp、 みなこ@secondshot.jp、 みなこは数字の375。たくさんのメッセージお待ちしております。さらに番組では公式ツイッターやってます。ことぶきみなこのラフラフで検索してフォローしてください、よろしく。そして私からのお知らせ、YouTube チャンネルことぶきみなこのマジことぶき、そしてスフィアの YouTube チャンネル、スフィアのフォーカラーズラボを覗いてみてくださいね。そしてそしてロンドンにて取り下ろしたことぶきみなこフォトブックカレンダー2022カッパーの発売が決定しております。約1年半のイギリス生活を詰め込んだ永久保存版のフォトブックカレンダーでございます。でこちらの、フォトブックカレンダーの発売を記念してのネットサイン会が12月18日土曜日に行われます。ネットサイン会なんでね、これはですね
YouTube チャンネルことぶきみなこのマジことぶきで皆さんにご覧いただけるようになっております。配信いたします。時間は16時からというふうになっておりますので、ぜひともゲットしていただいた方もそうですし、まだねちょっとゲットしてないよって方も皆さん見れますので、ぜひぜひ12月18日生配信、そういう意味では帰国以来になるのかな、ぜひとも覗いてみてください。スフィアからのお知らせ、ことぶきみなこからのお知らせでもあります。ミュージックレインオールスターズミックスバイブル、ミックスドバイ DJ カズが現在発売中でございます。スフィアの楽曲もことぶきみなこの楽曲も詰まっているとても豪華な一枚、ぜひ聴いてくださいね。ということで、そろそろお別れのお時間です。ことぶきみなこのラフラフ、ここまでのお相手はことぶきみなこでした。またね、ラフラフー。